はいどうも皆さんこんにちは、ハセシンです。ということで今回はですね、敵さんになんとラッシュクラウンの帝国の兄貴がいらっしゃいます。たまたまねドミネーション行ったら帝国の兄貴の5パーティーとマッチングしちゃって、何試合かやったんですけども、全試合結構熱い戦いになって動画撮りたいなと思ったので、ちゃんと今回は帝国の兄貴に撮影許可もいただいたので盛大にボコり返したいと思います。1試合前ねめっちゃボコられたんですよね、ブリッジのドミネーションで。同じくカスタマーはこちら、管にクイックドローとラピッドファイアと拡張マジとセミテックスとトロフィーとフラジャケと早技とタクティカルマスクのカスタマーでやっていきたいと思います。さあ行きましょう。ということで、まあね、1試合前はほんまに高スコアストリークとか結構出されて、もう全然ね、スコアストリークでガンガン押されて、リーンに全く絡めない状況を作らされたので、ちょっと今回は前半からガチガチエンジン全開のプレイでやっていこうかなと思いますよ。いいね、出し切り量産型。さあ、あの敵が後ろに回るか正面から来るかね、後ろから来ましたね。カットしていく。いいですね。さあ、ここで B 取って、Lストライクまで貯めていきの。さあ、Lストライクも開幕どんどん押し込んでいくぞ、Lストライクで。さあ、敵をあの部屋の中から出さずに押し込んでいきたいところでありますが、さあ、どんどん、うわ、やっぱ流れてきてんな、すんげえ量だ。やばい、 B 前3、4人いるぞ。これ味方がほぼ処理してくれてるね、ありがとう。敵の2階はしっかりと俺がさあカットしていきたいところだが、どうでしょうか。あの敵をしっかりとカットして、オッケー。ケルベルスも出たぞ、これでかいでかいでかい。さあしっかりとトロフィー投げていくぞ。さあセミテックスは B 中にポイッと、あー入らんかった、やばいや、まだまだまだ危ないよ。 B 中結構入ってるね。さあ B 上しっかりとさばいていきの、からのここで B カットしていく、オッケー。からのパンチ、あ、ナイスナイスコンビネーション、いいね。さあここで B 取ったらでかいよ、ここで B 取ったらでかい。 OKOKOK。 さあこのままスッと出ていきの、リロードちゃちゃっとかましていきの、大丈夫かな、左返しがめっちゃ怖いけど大丈夫かな。さあ多分こっから来てると思うんけど、来なかったかな、いや多分流れてくるような、待っとったら1人2人来るはず。あと175ポイントで2周目の L ストライクとかがたまるので、しっかりとここはつなげていきたいところでありますが、よいしょ、カットしていく。いいっすね、あと1キルで、今回ローグなんで5キル敷いたらスペシャリストが実質溜まるので、まあグラビティスパイクを溜めているので、ここはしっかりと出して、ちょっとスコアストリークにつなげたいところですね。B 溜めていくぞ。さあ B 中の敵はちょっと味方に任せて、B の敵が溜まったら俺がグラビティスパイクドカン落としていく感じの戦法でいきたいんですけどもね。さあ B 中入ってますね、これ。さあ敵さん、あ、EMP グレネード食らってか、この EMP が解除した瞬間 B ドカン行くぞ、これ。はい、EMP 終わってからの、ドカン行ってからの OK、B 防衛できてる。素晴らしいね。いい展開。これはあるぞ。全然ある。さあ今の、グラビティスパイクによってケルベロスまで出たので、めちゃくちゃいい展開ですね。だがこれあれだな、 EMP グレネードの量が異常だから、多分セントリーガンとかケルベロス出しても多分瞬殺されるから、トロフィー耐えていかなあかんねんな多分これ。よいしょ、いいね。さあこれ前、オッケー、いいよ、めちゃくちゃスピーディーや、めちゃくちゃスピーディーな戦いになってんの。このままいったら勝てるぞ、このままいったら勝てるけど、出たーやよな、今ちょっと自分でエルストライクの位置ちょっとやばいんちゃうかなと思ったけど、前ではさあやっていきましょう。エルストライクバスバスバス落としていくぜ。さあこのままセントリーをここら辺に置いてった方がいいかもな。でしっかりとトロフィー抱いて EMP 警戒してケルベロスも出していくが、 B 取られてますね。さあ B 取られてるけど、下の敵は味方に任せたいが、味方 B 取られてるで、誰も B 中入ってないくない、これやばいな、これ今頃入ってか、これ OKOK ナイスナイス、危ねえな、ギリギリやったぞ今。さあ L ストライクナイス、いいね、めちゃくちゃいい戦いしてるよ今のところ。さあこのまま油断せずに戦っていきたいところであるか、多分こっち来るんじゃないかな。来てる、 OKOK。 ウォーマシンカットしていきの、いいね。ウォーマシンはでもあんま使いどころないじゃないから、できたらグラビティスパイクテンペスト溜まったか、 OKOK。 まあ、おーっと敵2回いたのか、もったいなかったね今のは。さあここでテンペストに変えていきの、ハセシンがしっかりと B ボーイ行きたいが、ちょっとこれまずいね、てか A 取られてしまってるのがちょっとまずい展開であるが、しっかりと B に攻めてくつ投げてヒットはなしか。さあ B 中、これまずいな、これやばいぞ、 B 上も取られてしまってる、B 中ちょっとまずいな、ナイス、いいね。で味方が A 取ってくれてるの、あの A は多分一人で取れるでしょう。さあこれハセシンテンペスト繰り出す時が来たな、これ行っちゃうぞ、行っちゃってよろしおすでしょうか。とりあえず B 上の敵をしっかりと落ち着いてカットしていく、からの OK、 いいね、からのよっしゃ、からの、おお、これガーディアンか、マジか、敵かと思った、うわ、あそこの肩入っとったんが、あの敵の当てとったらワンチャン B 中の敵も感電してバスコーンなったと思うのにな。わけわからんけど、でもガーディアン一発食らわしてから、多分あと一発のなんかセムテックスの爆風だけでもなんか吹っ飛びそうやけどな、ガーディアン。さあだいぶローになってるから、ガーディアンはしっかりと壊してもらえて、 B 中また入ってすぐ乗っ取っていきたいところでありますが、これまずいな、結構点差空いてるかと思いきや全然点差空いてないっていうな、ちょっとまずい状況でありますが、そこの方、そうだな、あの人が上手いんだよな。一試合前もあの人に結構スコアストリークガンガン回されて怒られてしまったので、あの人をちょっととりあえず止めたいところであるんですけども、オッケー。いいね、帝国の兄貴、どうすか。さあ、やっちゃいますよ。あの人まだおるかな、まだおるんかい、まだおるんかい、早いところ味方処理してほしい、ナイス、いいね。さあとりあえず帝国の兄貴と、さっき角っこにいた敵の人を封じ込めたらなんとかワンチャンありそうな感じなんで、さあケツから来てそうな感じもするが大丈夫かこれ。オッケー。
うわー、 B 一人おったな今。ちょっとまずいが、どうだろうな。でもこれ行ったらなんかヘルストームとかエルストラケット飛んできそうで、めっちゃ怖いねんけど、どうやろう。行っても出んかなこれ。うーん、あの人うめえなやっぱり。結構遠距離もガッツ抜いてくるな、クダで。うーん、味方のローリングサンダーが来たので、あのローリングサンダーと共に B 中進めていきたいところでありますが、どうでしょうか。味方死んでんぞ、ローリングサンダーで。大丈夫か。さあローリングと共に俺が B 中入る。 B 中いるんだね、分かってる。カットしか、待って、うわーそこおったんか、全く分からんかったな。うわ、カウンターを出されてか、これ逆転されるなって。逆転されてるわ普通に。うわ、自立おるんか、まずいな。味方ナイス、対空対空。それ対空カウンターとか落としてくれるだけでも全然助かるから、いいっすね。さあ助け合いの精神忘れずに戦っていきたいと思うが、うわこれやばいなこれやばいぞ、この展開やばいぞ。これ負けるパターンのやつやぞこれ多分。とりあえずあのセントリーガンは無視しつつ、あの敵の AC ガンに入れて敵をカットして、グラビティスパイクはもう貯めていきましょう後半に。うわホテルから来たんか、まずいな。 A 地点もこれ取られちまう、これ3点取りかまされて終わってしまうやつやんこれ絶対。一発投げていくかもう。さあさあここで前半は終了ということで、スコア4775、30キル12です、3ダッシュ15防衛ということで。うん、いや帝国の兄貴やっぱやるな、スコア1やな。あの帝国の兄貴はとりあえず後半沈めていきますか、いっちゃいますか。はい、ということでラスト帝国の兄貴のカムスか、なかなかいいカスタム使ってますねこれ。おーおー、クダやって、ああ本気でやるか後半、クソ勝ちますね。まあグラビティスパイクとリッパーが溜まってるので、グラビティスパイクをちょっと一発ドカンと開幕やっちゃってもいいと思うんですけども、まあ EMP グレネードを結構投げてくるので、まあ EMP グレネード食らっちゃったらグラビティスパイクとか発動できなくなってしまうので、それだけがちょっとねしんどいところかな。オッケー、開幕倒していきの、グラビティスパイク出したかったけどケツから来とったか。やっぱ連携なかなかいいな、結構なんかいろいろと攻めてくるパターンがありそうだなやつら。裏取りも結構来たりしてたんで1試合前に。まあね、結構味方、僕のところのチームの味方が一人裏取り結構行ってくれてるんで、今実際に今ナウで結構敵の2回取ったりしてくれてたんで、うん、あの人にちょっと裏取りを任せて、裏取りしてなんか敵の裏を描いてる最中に発信が正面から突っ込んで B 取るみたいな感じで戦っていきたいですけども、そのうまいこといくかどうかですね。ポイッと投げていきの、ちょっと待って、セントリーが置かれてしまってんな、これ。スーッと行くけど、これ大丈夫かい。よっしゃい、こんにちは。さあ、こんにちは。からの、これ B 取っていきたいか。これ、怖いぞ、これ。めっちゃ挟まれてるんちゃうか。これ、味方来るまで待とうか。さあ、味方が来てくれた、このタイミングで一緒に B 入っていく。ちょっと待って、このままタイミングで。ナイスずらし、ナイスずらし。ここで B 取ったらかっこいい。ここで B 取ったらかっこいいけど。ちょっと調子こいてか、今ナイスずらしやってんけどな。いやーちょっとミスったかな、行かないでよかったな今のは。もうちょっとしくったけども、こっから立て直していくのがハセシンのいいところでござるぞ。カットしていく、いいっすね。さあこの B 中に敵が入ってるの分かってっから、ここで一発ハセシンがトロフィー投げて B 中に敵いるの確認。さあケツから入る、失礼します。さあこれ伏せてハセシンが待つよ正面、後ろよろしく。後ろがめっちゃ怖いけどな、やっぱ後ろ来てるよね。後ろ大丈夫っすか。さあ正面、オッケー、正面は多分大丈夫だ、正面は多分大丈夫だと思うけども、いや大丈夫じゃないね、これめっちゃ来てる。オッケー、ケルベルスも溜まったよ、奇跡的にケルベルスまで溜まってから出しちゃおうか。さあセントリーにモーコちゃんも出しちゃうでいい。さあこのままオッケー、いいぞ、セントリーにモーコワークツ、ナイスナイス、ゴリゴロしちゃってくれ。うん、ナイストロフィー、いいよ、ハセシンのトロフィーもしっかりと活躍してて、オッケー、抜いていく。さあこのままいったらワンチャン逆転できるので、しっかりともう完璧防御でいきたいか。ナイスカット、ありがとう。今のエイム良かったけどな敵には当たってないけど、なんかエイムは良かった気がする。さあこのまま行きたいか、ホテル多分来るんよな。こういう状況になったら多分ね、あの左の外周とかホテルが取られて AC 間とかなんかこれ右外周とか攻めてくると思うんで、しっかりと警戒していきたいところとか、味方がホテルとか見てくれてるので多分大丈夫かなと思うんですけども、どうでしょうかね。まあ正面から来てるんかな、どうなんやで、も AC 間しっかりとあえて見てくれてるからな、味方がめっちゃ助かるよな、ああいうの、ああいうプレイヤーがおったらめっちゃ助かる。で、あーやっぱホテル来てるな、ホテル来て発信とかやっぱ来てるな。テンペスト停止からのあの敵もしっかりとローにしていく、ナイスカット味方ありがとう。さあ AC 間の敵はちょっと味方に任せて、2人いたら多分負けないだろうということを信じていきたいが、まあとりあえずハセシンは B の守護神ということで、ハセシン B の守護神、さあ橋から来る敵を撃墜していきたいが、ちょっと B ヤバめっすね。ここでハセシンのグラビティスパイキン、レッツゴーレディ、ナイス、いいね。味方のリッパー、角振りリッパーとかも言ってくれて、あ、このエルストライク美味しいんじゃないですか。さあここでエルストライクで俺の予定ではセントリー出るじゃない、セントリー置いていく。さあこのまま敵の2回詰めていきたいところでありますが、このタイミングであの人来るか、いいね。さあ着々と点差を縮めてきたが、ここからだな、ここから油断した負けだからな、まだ実質勝ててないから。てか AC がいるのか、てか吹きちゃん多すぎてやられちゃったな。まあいいや、オッケー。
ちょっと前線が低いかもしれないな。やばいかな、大丈夫かな。オッケーオッケー、 AC かナイスやり。いいっすね。もう一人裏いると思うんだけどな、多分やってくれたかな、わかんないけど、ちょっと味方に任せましょう。セミテックス投げる、ついたぞセミテックス、バチコーンダブルキル、いいね。さあさあさあ、セミテックスの腕も光ってる、発信。うわ、 AC 感取れてる、やばいやばいやばい。ああいう敵にちょっとペース崩されるから、ペース崩されるから、まずい、これ取られるぞ。これ前線が一人しかおらんな、これまずいですね。多分これは取られてしまってから、すぐさま敵の前線を崩して取り返していきたいところでありますが、 B 上おるな、あの B 上の敵をやれたらでかいけど、やれるんですね、これで発生しんのこの M。 さあさあさあ、おーおー、後ろから来とるんか、やばいな、ちょっとガチらのやばいな。どういくかな、ちょっとまずいっすね結構リアルにまずい、てかリアルに勝ちたいからな、この試合マジで。ちょっと待って、ほんまに勝ちに行こうか。ちょっと、味方、とりあえずカウンター落としていただきたい。ありがとう。オッケーオッケー。さあさあさあ、いつにも増してガチシンが出てるぞ、今回は。まあ、敵に帝国の兄貴がいるからな、負けてられへんぞ、ほんまに。あんなおじいちゃんに、おじいちゃんちゃうけど、全然お兄さんやけど、まあ、自分より年上なだけで、ほんまに。さあさあ、怒りのグラビティスパイクからの、ちょっと死体が邪魔や、死体が邪魔や、被ってるぞ、これ。わー、めっちゃ決め打ちしてきたな。いやー、正面3人もおるから、え、オーナイス味方 B 取ってくれた。ありがとう。このまま B を守りきることができたら勝てるぞ。逆転勝利できる。ナイス、セムテックス投げて応戦じゃ、応援応戦。さあ、セムテックスで1人クソローだけど B 取られてしまった。すぐさま取り返そう。オッケーオッケー、全員ロー全員ロー。うわ、まだ1人いたね。まだ1人いたけど、なんか大丈夫かこれ。B なんかすんげー怖いけど、とりあえず B を抑えてこっか。味方が B 入ってくれてんで、俺は B 上でしっかりと B に来る敵をカットしていく。連携っすね。オッケーオッケーオッケー。3盾からの、どういこうかな。さあ、正面から、やっぱ正面から来るやん。めっちゃホテルとか怖いんやけど、AC 感取られたら結構まずいからな。まあ、俺は右サイドってか、味方がゴリッと A 押したいんかわからんけどな。おっと、ケツが来てるな。あの敵がケツから来てる敵をしっかりと俺さばいて、もう一人おるね、これ。オッケー、ダブルキル。いいっすね。スキルベース出していこう。さあ、先手にもうマーク2、もうあえてこっちに置いておく。あえてこっちに置いていくスタイル。敵のリスポーンが若干暴れてもいいようにこっちに置いてみたんだが、まだやっぱ変わらないかな。あのセントリーガー多分壊されますね、時間の問題で。オッケーオッケーオッケー。めっちゃいい試合、めっちゃいい試合。勝てる勝てる勝てる。オッケー、テンペストの腕光らせてきたな、行くしかねえな。さあ来いよ。よしょい。からの？からの？自立の方いないか今。いるように気がしたんだけど、気のせいか。やってくれたっぽいですね。ナイスケルベロス、いいぞ。勝てるぞこれ、同点同点同点。逆にこれ取られたら終わりやろ。これ守りきらんかったら絶対負けるからな。オッケーオッケー。からの？オッケーオッケー。敵2階はおるか、おったな、今。今おったな。スッと。ナイスカット。もう一人おる。オッケー。いいよ。これ勝てるんちゃう、これ。オッケー。からの？いる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 。感電したぜ。よっしゃ。スコア14573キロ22です。4ダッシュ36防衛ということで。いや、ナイス。ナイスゲームやったな、これ。めっちゃいい試合でした。最後、感電からの、こいつも、あ、この人多分荒れちゃうか。今見れて、ほら、このキネティックアーマーの人や。この人を封じたのがでかかったな。帝国の兄貴も封じ込めましたということでよしよしよし、この試合は熱かった。ということでね、今回のこの試合なかなかいい試合展開やったんちゃうかと思う方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、応援コメントよろしくお願いします。ということで失礼します。